プロ野球の第二次戦力外通告期間が22日に始まり、DNA は石川達也投手に来期の契約を結ばないことを通達したと発表した。第一次期間と合わせて今オフ11人目。石川は横浜高放題から2020年育成ドラフト1位で DNA 入団。2年目の22年6月に支配下登録され、 同年は3試合に登板。23年は28試合に登板し、0勝0敗3ホールド、防御率1、97。今期は15試合で0勝0敗2ホールド、防御率1、93だった。通告期間は2段階に分かれ、第1次は9月30日から10月11日までで、クライマックスシリーズ、CS。 ファーストステージ敗退の阪神とロッテは最後の試合の翌日まで。第2次は CS 前日程が終了した翌日の22日から日本シリーズ終了の翌日まで。DNA は第1次期間にヤマト内野手、大田大使外野手ら10人に戦力外を通告していた。